沼津北消防署の高度救助隊が解体予定の校舎を使った救助訓練を行いました。訓練は今週解体工事が始まる清水町の南小学校北側校舎を利用し、地震などで倒壊した建物に取り残された人を救助する想定です。駿東伊豆消防本部では年に1回ほど解体予定の建物を利用した実践的な訓練をしていて、おとといから3日間の日程で各消防署の救助隊員が参加しました。訓練では厚さおよそ10センチの鉄筋コンクリートの壁をエンジンカッターや削岩機を使い侵入口を確保。隊員は無線で連絡を取りながら侵入からおよそ10分で救助を完了させました。鉄筋コンクリート像の建物を破壊して、実際にどのくらい、解放するのに時間がかかるのか、どれだけ障害となるものがあるのかというのを実際に身近に感じることができました。まだまだ課題、スピード感等々あると思いますので、今後とも訓練を引き続き実施していきたいと思います。